やめろ怖い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 、あれ水門閉めてなかったらどうなんだろう、多分直死でしたね。すごいですね、これやばいっすよ。えぇ、やばいやばい、逃げろって、この人あらうわ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 、嘘だろ、やった、毎日落ちるよ、毎日もう終わってるよ。ああすごい、あのすごいことになってるね、やべえ、6連単なんかザラじゃねえよ、テレビ局にちょっとやってうるさいよ、しかも足狭いから、うわうるさい、画質悪いこれ、すごい、うそ、うわあ、これ、うっそー、終わった、これも完全なる宮城県沖じゃないですか、図書館終わった、うっそー、あ、図書館終わった、え、ここ大丈夫なの、こう、だからここ、待って、道路やばいって、やばいやばいやばい、ああ小屋流されたこ、ここ待って、ここやばいって、待って、ここやばいって、怖い怖い怖い、やばい、待って、バイク、俺のバイク、俺のバイク、どうするんだろうな、あー、飛んでいきながら、やばい、すごい雑魚だ、見たことない、こういうの景色、見たことじゃないっちゃ、準備中だ、あれ、田舎、なんだ、車じゃねえのかい、アジビラ、あー、行くぞ、あー、焼けば降ったある、全部終わりだ、上がってください。
れやっぱあの死に庭で見合うんですよ。死にて逃げなくて思ったなんか避難所なのね。大家波見えた。わあ、倒れてる。ああ。え、家流されてる。家流されてる。あ、船？いやいや、家流されてるあれ。これ、家流れてる。やべえ。うわあ。うわあ。おいおい。トラック。やめて。あ、おじさん。やべえ、俺いつもダメ。うわぁ、やべえ。いや、なんか止まってない。でもやっと逃げてた。トラックが。うわぁ、トラック。あっち行く車あるぞ。やばいやばい、バカ行くなよ。家だよね。うわぁ、火が立たれ。あ、火出た。動いてる。火事だ。火事だ。火も出ましたね。あれ、火事動いてるとこ。あの車に逃げて。あれ、あいつ。家ぐちゃぐちゃになって曲がっていってな。いや、曲がっていったら。津波来てんのに。あ、すごい、あれ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、あれ、あいつもだよ。終わった。いじもだ、いじもだ、終わった。あれ、あれ、いじもだ。何が起き始める、何、いつまめとか引いたのか、ここ。うわぁ、やばい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 、バイク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 、バダメだこりゃ。
かわいい水だよ。
だよ、水だまんだったと、ほら水だまんだったと、前のダメなんだよ。うわください。行政無線で避難を呼びかける若い女性の声が響いていました。海岸付近には絶対に近づかないでください。なんだよ。ただいま波が襲来しています。高台へ避難してください。ただいま波が襲来しています。ああ、この大きな、大きい大きい。視聴者が撮影した映像にも遠藤さんの声が収められていました。逃げろ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 。まだ言ってるんだ。赤台で、避難してください。ほら、静かにして、静かにして。見て見て。見えるここだと。
お母さん大丈夫？もうダメだ、これ現実だから。見て見て、ほら、その第一波を記録した映像があります。地震発生直後、南三陸町には6メートルの大津波警報が出されました。まだ姿が見える防波堤の前を抜け、大急ぎで沖へと避難する漁船の姿も記録されています。地震からおよそ30分後、海は異様な盛り上がりを見せ始めます。聞こえてんの、下の白いやつは。うん、聞こえてんの。うん、うわ煙だね。うわ川入ってきてた。あれ、第一波はまず川を逆流しながら町に侵入してきます。あーすっかりだ、町終わりだな。ジーバー入った、こいった。あー町の中こいできてる。あーこいできてる。あーあー、いやいやいや、ずいぶん来てるな。あれ、津波が間近に迫る中、消防団が懸命に避難を呼びかけていました。巨大な濁流が町を飲み込んでいきます。みるみるうちに水位は上がり、海に近い病院も4階まで水に浸かっています。
山にぶつかった津波は町の中で渦を巻き始めます。町を丸ごと飲み込んだ巨大津波。私たちは逃げ延びた人たちの話から津波を検証しました。翌朝に撮影された映像にアンテナにしがみつく町長らの姿が映っています。唖然となりましたね。